はい、おはようございます。原田農園です。11月の20日、月曜日です。今日もですね、玉ねぎの苗はもう出荷が終わってしまったんですが、大根とですね、白ネギを、出荷していきたいと思います。はい、それでは今日も頑張っていきましょう。はい、アイスプラントのハウスです。最後に植えたですね、アイスプラントがかなり大きくなってきました。脇芽も結構出てきてます。しかしちょっと脇芽の数がまだちょっと少ないので、もうしばらくですね、様子を見て、出荷していきたいと思います。ちょっと葉っぱがですね、最初の頃はこのように大きい感じなので、これぐらいですね、小さく葉っぱが小さくなってきて脇芽がどんどん出てくるようになるまでちょっと出荷ができません。はい、株がダメになったものは植え替えてですね、徐々に大きくなってきています。これが最後にやり替えた株ですね。はい、こちらの最初に定植した、アイスプラントは徐々に、収穫出荷しています。はい、アイスプラントの、ハウスの様子でした。はい、今日のですね、出荷の状況です。青い色の水色のコンテナですね、こちらは、農協の隣の農家に3店舗分けて出荷していきます。大根と、白ネギ、あとこちらはアイスプラントですね。こちらの3店を、出荷していっています。はい、出荷状況でした。